福岡県北九州市八幡東区前田にあった映画館。通称は前田浦区。高度経済成長期の1954年に一般映画館として開館した。1960年頃には電車通り沿いに中央町から黒崎にかけて約40館もの映画館があり、当館もその一館であった。1971年に 日活が日活ロマンポルノの制作に転換したことがきっかけで一般映画とピンク映画の併用上映となりその後は成人映画専門館に転換した1954年の開館以降ほとんど改築改装せずに営業を続けていたことが昭和30年代の映画館の雰囲気を持つロケ地を探していた映画監督笹部清の目に留まり映画 カーテンコールのオールロケが行われた。オールウェイズ族3丁目の夕日でも映画館場面でのロケ地として使用されたほか、北九州フィルムコミッションが誘致する映画、ドラマの北九州ロケ拡大につながっている。赤字経営や建物の老朽化、経営者の高齢化から2019年6月27日に閉館。同年6月29日に さよなら前田浦区祭りと題したイベントを行い、館内や映写室の見学会や AV 女優の講座、デリナによる抽選会、トークショーが行われた。以降、建物は解体されている。ありがとうございます。